羽橋とは、江戸時代の日本に存在した、佳橋形式である。名称猿橋の前景橋の構造屋根付き羽木を重ねた上に、橋桁が乗せられている。羽橋では、岸の岩盤に穴を開けて、羽木を斜めに差し込み、中空に突き出させる。その上に、同様の羽木を突き出し、下の羽木に支えさせる。支えを受けた分、上の羽木は、下のものより少しだけ、 長く出す。これを何本も重ねて、中空に向けて、遠く跳ね出していく。これを足場に、上部構造を組み上げ、板を敷いて、橋にする。この手法により、橋脚を立てずに架橋することが可能となる。木造で現存する跳ね橋はない。山梨県大月市の猿橋は、構成の橋桁に木材を貼り付けて、江戸時代の構造を復元している。猿橋では、 斜めに出た羽木や横の柱の上に屋根をつけて雨による腐食から保護している。かつては富山県黒部市の相本橋や長野県の増水橋も羽根橋であった。石像の羽根橋は九州と中国地方など西日本に多数残っている。その他、日光の新橋では羽根橋と桁橋を組み合わせた構造をとっている。富山県黒部市の宇な月友学館内にある 黒部市歴史民俗資料館には、羽橋時代の愛本橋の一部を1、2縮尺で復元した模型が展示されており、構造などを知ることができる。ありがとうございます。